リーダーの時秀文、ピアノは高一点高瀬明、そしてベース伊野信義。大変ハッピーなお顔立ちの方ですね、はい、そしてドラムスは倉田有秀以上時秀文グループ、レコードの方もね、シティというアルバムを発表したばかりで、はい、今日はこのアルバムの中から中心にやっていただきたいと思いますけれどもね、はい、さあそれではここでもう一人のお客様、ギターの渡辺和美さんに加わっていただきましょう。どうぞ拍手で。曲は何ですか。はい、渡辺和美さんのオリジナルの中からワンダーランド、お願いします。
渡辺和美、時秀文グループ、NHK のスタジオから公開録音でお送りしているセッション79、毎週土曜日の午後、皆さんにスタジオに集まっていただきまして、はい、こうやって楽しく過ごしているわけですけれどもね、ラジオ OK の皆さんもぜひお気軽にお立ち寄りください。はい、This is Open Studio and Session 79. If you like to, you can come in here. We're waiting for you every Saturday's afternoon. バッチリと英語でね、決めてもらったところで、自分で笑っちゃダメですよ。いけません。今度はギターとベースのデュオはいかがでしょうか。はい、まず、この曲でございます。渡辺和美と伊野信義で、スワロー。Thank you.
渡辺和美、伊野信義、思わずグイグイと引き込まれたね、引き込まれるようなね、そんな感じがしました、はい、大変魅力的なデュエットナンバーでスワローを聴いていただきました、はい、もう一曲この二人の演奏を聴いていただきたいと思います。今度はセント・トーマス。Thank you.
渡辺和美のギターと井野信義のベース、デュエットで聴いていただきましたセント・トーマス、いかがでしたでしょうか。さあ代わっては時秀文グループの演奏に戻ることにしましょうね、はい。これも時さんの確かオリジナルですね。オリジナルです、はい。曲名は Children, Children。
時秀文グループの演奏チルドレンチルドレンでございました。さあそろそろね、ラストナンバーということなんですが、はい、今度は再び、渡辺和美さんにも加わっていただきまして、時さんのオリジナル、はい、これを一曲聴いていただきたいと思います。一番新しいアルバムのタイトルナンバーで City。